皆さんこんにちは。今回は俳優の神田正輝さんについて最新の情報をまとめてお伝えしていきます。まず神田さんが司会を務める朝だ生です旅サラダで驚きの出来事があったことをご存知でしょうか。2024年3月30日の放送回でゲストとして登場したのは元 V6 のメンバー坂本昌行さん。この日神田さんは坂本さんに対し、じゃあ来週もっとレギュラー出演を打診したのです。これには坂本さんの後輩であり番組の中継リポーターを務めるカトゥーンの中丸雄一さんも驚きを隠せない様子。穏やかじゃないっすよねと警戒心を高めていました。一方の坂本さんは否定はしませんと挑発的な姿勢を見せ、中丸さんとの共演についてはこういうのは初めてとさらりと受け流しました。番組の最後には神田さんが改めて、さあ坂本昌行さん来週じゃあこちらでと強引に決定。これに対し坂本さんはにっこり笑顔を見せる一方、中丸さんは冗談じゃなくなってきてるんだなと困惑した表情を浮かべていました。神田さんはさらに、あとは二人で話し合ってくださいと提案。中丸くんは中継に行くのかなと最後までいじりを続けていたのです。果たしてこのレギュラー交代は実現するのでしょうか。番組の今後の展開から目が離せません。そんな神田正輝さんは2023年の春頃から激痩せし、11月末から MC を務める朝だ生です旅サラダを長期休業していました。2024年1月末に旅サラダの MC に復帰しましたが、現在も激痩せ前のような健康的な姿ではないため、番組放送のたびに SNS には心配の声があふれています。休業理由は体のメンテナンスとのことでしたが、本当の病状はどうだったのでしょうか。神田正輝さんは激痩せの理由について病名を公表していません。しかし神田正輝さんと検索すると膵臓がんや老衰というワードが出てきます。膵臓がんについては神田さんからの発表や根拠があるわけではなく、黄疸が出ているという声から広まった噂に過ぎません。老衰については2024年1月17日にウェブ女性自身で老衰で面会謝絶という記事が出たからです。しかしこの報道を打ち消すかのように数日後に旅サラダの復帰報道が出たので、真偽のほどは分かっていません。神田正輝さんが激痩せについて取材された際にファスティングをしているという説明をしていましたが、その後体のメンテナンスにより休業する事態になってしまったので、実際は他に原因があった可能性が高いです。神田正輝さんの見た目の変化は病気を疑われてもおかしくないレベルだと思います。2023年8月23日のニュースポスト7の記事にて、神田正輝さん本人に激痩せの原因を尋ねたところ、ファスティングをしていると答えたことが明かされました。2023年夏の時点で激痩せはかなり進行しており、ファスティングにしては痩せすぎでは、健康そうに見えないんだけどなど心配の声が上がっていました。2023年11月24日のニュースポスト7では、神田正輝さんが旅サラダを休んで検査入院していたことを報道しました。神田正輝さんが激痩せして白髪で頬がこけていく姿を番組スタッフもとても心配しており、医師に見てもらうこと提案していたそうですが、神田さんはなかなか同意しなかったようです。心配するスタッフの思いを神田さんも受け入れて、知人がいる病院に1週間程度の検査入院をすることになったのです。異常がなければすぐに復帰となる予定ですが、検査の結果次第では欠席が長引く可能性もあります。視聴者が見ていて心配になるほどでしたから、実際に会っていたスタッフや共演者の方はきっともっと心配されていましたよね。実際に番組へは病気の神田さんをいつまで出演させるんだなど視聴者からの苦情も多く寄せられており、無視できない状況にあったみたいです。12月にも神田正輝さんの病状について記事が出ていましたが、検査入院したことは聞いていますが、何の病気でどんな病状なのかは分かりません。朝日放送関係者団という内容でした。2024年1月17日のウェブ女性自身の記事で
神田正輝さんは老衰で入院中であり、面会謝絶状態という衝撃的な報道がありました。年末の検査入院の結果、体力低下が著しいことから入院する流れになったのでしょうか。記事によると、神田正輝さんは俳優デビュー以降多忙な日々を送っていたため、長年体に負担をかけていたことにより老衰になりやすい状況だとのこと。この報道が出た10日後には、神田正輝さんは旅サラダの MC に復帰されたので、少なくともタイムリーな報道ではなかったのでしょう。復帰後もかなり痩せていて、年齢よりもだいぶ年を取って見えることから、老衰状態であることには違いないのかもしれません。2024年1月27日のニュースポスト7の記事で、神田正輝さんが休業中に大腸手術のため入院していたことを報道しました。タイミング的に老衰で面会謝絶の入院はこの大腸の手術の件と同じなのでしょうか。大腸の異常は検診などで比較的見つけやすいものですが、神田正輝さんは極度の病院嫌いだったため発覚が遅れたようです。記事によると、ギリギリのタイミングではあったものの、大腸の病巣を切除する手術は成功して順調に回復見込みとのことです。ギリギリのタイミングというのは、あと一歩遅ければ命が危なかったということでしょう。から見つかった病巣は良性の腫瘍ではなく癌だったのではないかと噂されています。報道通りであれば、手術から退院、番組復帰までがとてもタイトなので、神田正輝さんが無理をして復帰を急いだのではないかと心配になりますね。休業に入る時に MC 代役を立てておらず、旅サラダの司会公認候補がいなかったため、焦って戻ったのかもしれませんね。神田正輝さんの本当の病状を探るべく、今までの報道を整理してみました。各社報道に多少のズレはあるものの、激痩せ、検査入院、病気発覚、手術、退院という流れがあった可能性が高そうですね。病気については、女性セブンの記事が正しければ大腸の異常があったけれど手術が成功して回復見込みということになります。膵臓がんが疑われているのは、神田正輝さんの目に黄疸が出ていると感じた人が SNS で発信したことがきっかけのようです。急激な老け込みイコール老衰は病気が原因で進行した可能性が高いですね。今はまだ病み上がりで本調子ではないのかもしれませんが、早く健康的な姿に戻って末永く元気に朝の顔を務めてほしいですね。神田正輝さんは2023年11月18日から朝だ生です旅サラダを欠席していましたが、1月27日の生放送から復帰することが番組の公式サイトで発表されました。生出演は約2ヶ月ぶりとなる神田さんは、昨年4月頃から激痩せぶりが話題に、重病説までささやかれていましたが、8月にはニュースポスト7が直撃取材。これに対して本人は、1年半前からファスティング始めてね、だから病気とかそんなんじゃないからと疑惑を一蹴し、旅サラダを制作する ABC テレビの幹部も9月14日に行われた秋の改編会見で、神田さんは非常にお元気で、もちろん引き続き神田さんで番組をお送りしますと話すなど、病気の心配はないことを強調していましたが、12月に大腸に病巣が見つかり切除手術を受けたそうです。神田さんは12月から都内の総合病院に入院し、退院したのは1月中旬とのこと。医師がギリギリのタイミングでしたと語るほどの事態だったとも伝えられています。そんな神田さんについて、ネット上ではある怪現象も起きていました。 X 旧 Twitter の日本のトレンド上位に、毎週土曜日なぜか神田さんの名前がランクインするという現象が起きていたのです。土曜日は旅サラダの放送日で、投稿のほとんどが彼の激痩せぶりについて語られているもの。心配している視聴者が多いのはもちろんですが、複数のアカウントが同じような投稿を繰り返していることから、この現象は特定のキーワードが検索上位になったり、
トレンドになることを招くのが狙いのコピーパスタだとされています。投稿へのアクセスを増えると広告収入につながる場合もあり、関係のない飲食店から怪しい釣りアカウントまでもが神田正輝をタグ付けする怪現象が生まれていました。なぜ神田さんがトレンドに上がっているのかを調べる人が出ることによって、さらに投稿のムーブは広がっていくという奇妙な現象ですが、関係者の間ではこのような流れが本人の意識にも影響を及ぼしたのではと考えられているようです。 X で毎週のようにトレンド入りし、メディアも活発にその近況を報じたため、世間の注目がいい意味でも悪い意味でも集まりました。神田さんはそれに応じる形で無理をしているのではと心配する関係者も少なくありません。なんせ手術を受けて退院してからまだ2週間ほどしか経っていませんからね。業界だけでなく一般のネットユーザーからも久々の仕事復帰で体が慣れていないと思いますし、あまり無理はしないでほしいです。激痩せしてたし、身体のメンテナンスはこれからも定期的にしてほしい。さやかさんのこともあって、それでも気丈に振る舞ってたから、あまり我慢しないでほしいですね。体調が回復されますようになどと心配の声が寄せられています。神田さんの復帰を待ち望んでいた視聴者は多いです。だからこそその姿をこれからもできるだけ長く届けるために、健康を最優先に活動してほしいですね。さて、神田正輝さんは旅サラダ以外の仕事は受けていないようです。俳優としての仕事は2018年のドラマ下町ロケット、2003年の映画黄昏流星群、2015年の宝酒造の CM あたりから出演していないようです。神田正輝さんには2021年に娘の神田沙也加さんが亡くなったことを受け、芸能活動をセーブしているとの報道もあります。ただ神田正輝さんは以前に、僕は石原プロオンリーですからと話していたことから、新たな仕事は受けないつもりなのかもしれないですね。神田正輝さんの現在の仕事状況から、俳優引退の可能性は考えられますね。でも芸能界引退と連動するかは不明ですね。なぜなら旅サラダでは楽しそうですからね。ファンの間でも旅サラダへの出演を続けてほしいという声が多く寄せられていますからね。神田正輝さんには旅サラダ降板説や俳優引退説の他に、神田正輝旅サラダ批判殺到といった検索ワードがあるようです。この理由の背景としては、2023年5月6日放送で神田正輝さんがレギュラー出演者の松下奈緒さんに対して、奈緒ちゃん仕事してと発言したことがきっかけという情報もあります。神田正輝さんは旅サラダでは1997年から総合司会を務めていて、古株的存在とも言えます。そのことが理由なのかははっきりしませんが、このところ神田正輝さんの軽い口調で指摘やツッコミを入れることが多く目立つようになりました。また番組進行においても、進行が雑、MC としての資質に欠けるなどの批判が出ているようです。神田正輝さんはこれらの批判に対して、番組を盛り上げようとしたつもりだったが誤解を招いてしまったと謝罪しています。神田正輝さんの激痩せや番組進行の仕方への批判が気になるという声も多いですね。これらのことから、神田正輝さんが旅サラダの降板や俳優引退などの噂が出ているようです。でも神田正輝さん自身が病気ではないというように、続投の意思はあるようなので、温かく見守りたいですね。今回は神田正輝さんの激痩せや病気の噂、旅サラダでの批判についてまとめてみました。神田正輝さんの体調回復を心より願っています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。